はい、おはようございます、柴です。ちょっとねジムについてちょっと寝てたわ。ちょっと寝てました。今からね、今日はちょっと背中トレーニングしようと思うんですけど、ワンハンドロー、僕普段ね全然やってないんですよ。っていうかむしろねもう5年以上やってないんですよね。っていうか筋トレ始めて数えるぐらいしかやってないんですよ。ただやっぱりねワンハンドローってなんかむっちゃ効くらしいんで、ちょっと今日はやりたいと思います。僕はねなんかね片方ずつするんがねすっごいめんどくさくて、あのワンハンドローっていうのはね一切ね手をつけなかったわけなんですけど、今日はちょっとね片方ずつちょっと頑張ってみたいと思います。ちょっとフォームがねわからないんで、ちょっとカトちゃんをねちょっとさっき見てやろうかなと思ったらちょっと寝てしまったっていう、そんな次第なんですけど、今からねちょっとやってみたいと思います。いくぞいくぞ、よいしょ。諦めたらそこで試合終了。Am I the only one?
what's going on now? Do you see what I mean? Nobody gives a damn. And still they bow down, just appeasing the game to the miserable ends of. You're not kidding me, no matter how hard you try. So just stay off. Come here and I'll leave, I'm just fine. はい、トレーニング終わりました。はあ、今日はね、ほんまにね、このね、これですよ、これ手、これが激痛で、もうトレーニングする気がうせたっすね。ほんまもっとトップサイドね、今日はねちょっとやり込みたいなと思ったんですよ。結構今日なんかね、もうね、いきなりなんか手が痛いみたいな、そんな感じでね、無理です。僕の手がね、まだまだ鍛えられてないっす。っていうより、なんかね、僕ね、ほら、逆手でトップサイド持つじゃないですか。ほんならね、なんかね、手首からこの肘、もうなんかすごい痛いんですよ、左側だけ。これなんでなんですかね。で、左の豆も痛いし。これなんでなんでしょう。こうした時に、これで持ったら、絶対にこの左の肘からこの手首にかけてがすっごい痛くなる。もうなんか全然集中できへんだから。どうしよう。なぜなんですか。皆さん知ってる人はコメントください。ほいんで、今日初めてのワンハンドローイング、加トちゃんでね、猛勉強しまして、ぶっつけでやってみたんですけど、なんかね、最後の方ちょっとつかめたような気がする。けど、やっぱりね、ワンハンドローはね、結構かなりパンプしますね。ほんまに。結構パンプする。ちょっとね、ハマったんで、もっと研究してやっていきたいと思います。なんかワンハンドローで20何キロってすごい軽いと思うんですけど、今の僕にはもうこれでいいんかなっていう。まず最後にやってたやつ、プルオーバー。何？ちょっと、ケーブルプルオーバー。なんかそんなんですよね。あれ最近気に入ってやってます。ただ今日ね、ワンハンドローをやったんで全然できなかったっすね。やっぱ疲れてるんですね、ワンローで。まあそんな感じでね、もうねお腹いっぱい。ほんまはもっとね、ラットプルとかあんなんしたかったんですけど、もうなんかもうこう握って、このなんていうの、引っ張る系とかもうになぜ握るのがもう嫌になったね。痛くて。はい、ってな感じで今日は背中トレーニングね、頑張ってみました。はぁ、しょぼいなぁ。ちょっとね、まあ普段やれへんことも苦手やけどね、やっていってなら多分いいことがあると思う。多分ね、まあやらんにしてもやれるようになっとけばいいことがあると思うんでね、ちょっとね練習していきたいと思う。トップサイドもね、みんな流行ってるやん、あれ。ちょっと僕もやりたいなと思ってやってんけど、もう痛くて、もう、そんな感じです。はい。もうプロテインも飲んだしね。あとは家帰って、ビールと、ハイボールと、で、そこにすぐマクドあるんで、マクド買ってね、一人でね、晩酌して、晩酌モーニングしたいと思います。ということで、本日もありがとうございました。